磁気方性とは、強磁生体中の磁気モーメントの向きによって、その内部エネルギーが異なる性質を言う。内部エネルギーが異なるため、磁気モーメントが向きやすい方向と、向きがたい方向が存在することになる。応用の一例としては、クリップ磁石が挙げられる。一般的な棒磁石は、長弱方向に磁極が発生し、短弱方向では発生しない。ところが、 黒板にメモ紙をクリップする磁石は、長尺方向ではなく、面方向に磁極が生まれる。これは、結晶磁気法性を応用した設計によるものである。また、ハードディスクも、結晶磁気法性を利用している。ハードディスクの記録層には、HCP 構造の COK、OK、合金が用いられており、個々の結晶粒の磁化は、磁化用意方向である、C 磁化方向のどちらかを向いている。 この向きにより01のデジタル情報を記録している。磁気法性は、その起源により、下記のように分類される。結晶磁気法性とは、磁性体の結晶の特定の方向に磁化用意方向、または、磁化困難方向が存在する性質のことである。その主たる起源としては、スピン軌道相互作用が挙げられる。磁気法性のこと。 次回中で静脈する場合や、基盤結晶と格子不整合のある白膜を静脈する場合、スパッタ静膜の際に特定の原子体が形成される場合などがある。ありがとうございます。